ガイドウェイバスガイドウェイバスとは、ガイドウェイを用いる形態のバス及び輸送システムを指す。バス専用走行路の両側に低い側壁を設置し、バスの走行を誘導する仕組みを持つ。英語では、ガイデッドバスと呼ばれる。発祥のドイツでは、開発を担当した、ダイムラーベンツのシステム名称である、オーバーンとも呼ばれている。バスウェイと呼ばれることも多い。時期や、 工学的に誘導されるバスもガイドウェイバスの一種とすることがある。世界初のガイドウェイバス1989年のアジア太平洋博覧会で運行された車両を即壁の案内機上により車両を誘導する仕組み自体は1856年に馬車による特許がイギリスにおいて取得されており1859年には実際にリバプールで ガイドウェイ馬車が運行されている。このガイドウェイ馬車は普及に至らなかったが1970年代後半になり、ドイツ研究技術省はエッセンの市内交通を担当するエッセン交通会社に対してガイドウェイバスの研究を行うように要請した。ドイツにはトラムが多く存在し、トラムは 高架や地下を走る鉄道と比較して、運行経費面では優位であったが、それでも、車両の価格自体は、決して安価なものとは言えないことから、車両費用の低いバス車両を使用し、案内機場によりバスの誘導を行うシステムとして、路面電車やライトレールトランジットのごとくバスを利用するために、開発されたシステムとして、ガイドウェイバスが検討された。 1979年にはエッセンのエアバッハ地区において実用化が決定。1980年から世界初のガイドウェイバスが運行を開始した。1984年にはイギリスのバーミンガムで試験的な導入が行われ、1986年にはオーストラリアのアデレードにおいて導入された。また、1989年には日本においてもアジア。 太平洋博覧会の会場内交通機関として導入され、2001年に名古屋市で日本初の本格的な新交通システムとして営業運転が開始された。ガイドウェイバスに使用されるバスでは、通常のバスの車輪の近くに案内輪と呼ばれる小型で水平の車輪が設置されている。この案内輪が専用走行路の両脇に設置された。 高さ 180mm 程度の側壁面をたどる仕組みで狭い専用道でもハンドルの操作が必要なくバスが安全に誘導される車両側では案内輪とそれに付随する機構以外には特別な装備は必要ないため専用走行路以外の道路では通常のバスとして運用が可能である案内輪は 一般道路でも収納しない方式と一般道路走行時には収納される方式があり世界的には固定式が一般的であるこうした構造はほぼすべてのガイドウェイバスがダイムラーベンツが開発した方法によっている専用走行路についてはバスのタイヤの設置面が一定の場所に限られるという特徴がありこれを利用して物理的に 一般車両の侵入を排除することが可能である。このことは、バス専用の走行区分を設ける方式やバス、専用道路と比較して、ガイドウェイバスが有利な点とされる。具体的には、バスのタイヤが設置する部分だけを舗装し、その間に段差を設けたり、走行妨害のための障害を設けることが可能である。また、案内機場以外には、機械的装置や、 電気的装置はほとんど必要がないため安価で保守が容易である。整備費用はバスレーンやバス専用道路と比較すると高くつくが車両そのものにかかる費用はトラムよりも安くなる。1トルあたりの整備費用はトラムが10億円から20億円であるのに対してガイドウェイバスは5億円から10億円程度である。このためトラムの整備が 費用的に荷重であったり、元からバスが、市内交通の主力である都市には、トラムと同様の定時性や、速達性をより安価に確保することが可能である。また必要なところにだけに整備を行うことで、さらに整備費用を低減させることも可能である。日本においては、自動案内機場式旅客輸送システムによる輸送が、 必要なほど乗客数は見込めず、路線バスが渋滞等により輸送力やサービス低下を招いているような区域を対象に開発されている。専用路の全幅が 2900mm 前後で、道路の構造が自動案内機上式旅客輸送システムと近いことから、まず、 ガイドウェイバスとして開業し、輸送力増強が必要になった時点で、自動案内機上式旅客輸送システムに切り替えることも起きとされていた。1980年9月に、エッセン郊外のエアバッハ地区で開業した、世界で初めて実用化された、ガイドウェイバスである。当初の距離は 1.3km であったが、数字に分けて4路線に対して整備され、 専用路の区間は2005年時点で合計 8.9km に達している。1km あたりの整備費は3900万円で、トラムの整備費とほぼ同額であるとされているが、1km あたりの運行経費はトラムが27.3円であるのに、対しバスでは3.9円とされている。当初は廃止されたトラムの起動時期跡を利用したものであったが、 その後の延伸区間においては、道路の中央分離帯部分が、専用路に当てられている。専用路区間での速度は、時速 60km 程度であるが、直線区間であれば、時速 80km 程度でも走行は可能。専用路はすべて地平に設置されている。1988年9月24日からは、都心部で、トラム近く間への乗り入れが開始された。 この区間では、起動時期の両側にガイドウェイを付設し、地下区間では排出ガスの影響を考慮して、トロリーポールによって、終電を行う仕組みにした。これに対応して、両側側面に乗降用の扉を設置し、内燃動力であるディーゼルバスと、電気動力であるトロリーバスの双方の機能を有する、デュアルモード連接バスが導入された。都心部では、 地下のトラムと同じホームから発着し、地上に出た後もトラムの併用軌動区間をトロリーバスとしてそのまま運行を。さらに、ガイドウェイ区間はディーゼルバスとして運行し、一般道路区間では必要に応じてディーゼルバスかトロリーバスのどちらかのシステムで走行する。利用者の少ない時期などはトラムを運休し、代わりにデュオバスを運行することもあった。 バスの軌道性と軌道の確実性を合わせ持つシステムとして注目されたが、トラムの信号システムが中密な運行に対応していなかった上、軌道脇に設置されたバス用の走行面の摩耗が、早く水が溜まることで、スリップが多発するようになった。2005年までにトラムへのバス乗り入れは廃止された。これとは別に、マンハイムでは渋滞のひどい交差点を回避するため、 1992年にトラム軌道の両脇にガイドウェイを整備し、バスの乗り入れを開始した。都心へ向かう方向のみの設定で、距離も 0.8km と短い距離である。ガイドウェイバスでは、世界で初めて低床バスを導入した。この二都市の事例以後、ドイツではガイドウェイバスの延伸計画はない。アデレードの北東部に、新興住宅地が開発され、 この地区と都市部を結ぶ公共交通機関の整備にあたり、当初は市の南部で運行しているトラムの延伸導入も検討されていた。しかし、既存のバス路線網との連携が図れる上に整備費も安価であることから、ドイツで既に導入されていたシステムをそのまま採用することとなった。1986年3月に都市部からパラダイスまでの 6km が開業し、 1989年には、モドバリーまで延伸され、全長約1 2トルの専用路が完成した。整備された当初は、バスウェイと称していたが、オーバーンと続称されていたことから、1995年には、正式名称もオーバーンに変更された。専用路は、アデレードの都市部外周にある、公園地区内に整備され、すべて地平に設置されている。 用地取得費用が不要だったことから建設費は 1km あたり6億円に低減された。専用路での最高速度は時速 100km で2005年時点では世界最速のガイドウェイバスである。専用路区間の途中停留所ではガイドウェイは設置されておらず乗り継ぎの便を測るために通常のバスも乗り入れが可能になっている。2005年時点では 単一路線としては、世界最長距離のガイドウェイバスである。それまで、通常のバスで30分から40分程度、かかっていた、所要時間がわずか6分から7分程度に短縮され、1日1万5000人程度の利用者数となっている。しかし、1989年の延伸は、経営上から必ずしも成功ではなかったと見られ、以後の延伸計画はない。 営業路線1985年に建設省を主体としてガイドウェイバスの開発が開始され、1989年にアジア太平洋博覧会の会場内輸送機関として840メートルのガイドウェイバスが運行されたのが始まりである。1990年には名古屋市において事業化が決定し、1994年には主体となる。 名古屋ガイドウェイバス株式会社が設立され、2001年3月23日に、上記の区間において、名古屋ガイドウェイバスガイドウェイバスシダミ船として、本格的な営業運行が開始された。2020年現在では、上記の名古屋ガイドウェイバスガイドウェイバスシダミ船が、唯一のガイドウェイバス営業路線となっている。日本で導入された、ガイドウェイバスは、 他国のものと異なる特徴をいくつか有する。他の国では専用六貫を平地に設けているのに、対し、日本では全線効果で整備されている。このため、1km あたりの整備費は54億円に達し、他の導入国と比較すると異常なほど高額の整備費である。バスの乗降施設についても、モノレールの駅に匹敵する大掛かりな規模となっており、 通常のバスのように路上から乗れる気軽さはない。さらに、運行規定では一駅間の走行台数は1台以下と決められており、通常のバスのような続行運転はできない。このような事情から、日本のガイドウェイバスに対しては、バスの機動性を十分に活かせていない、整備費用の低減というメリットも実現できていないのではという意見もある。運行車両については、 全車両とも、2ーステップバスが採用されている。2001年の開業時点ではすでに、ワンステップバスやノンステップバスは普及が進んでいたが、その時点で案内輪をはじめとするシステムの開発がすでに終了しており、低床バスのために新たに開発する時間的余裕がなかったためである。案内輪は一般道路区間では収納されるが、 これも日本独特の仕様である。期間限定で運行された路線法規上の位置づけ、日本のガイドウェイバスの位置づけの特徴は、他の導入国では専用路区であっても、バスとして扱われているのに対し、日本においては無機上電車、つまり軌道法の適用を受ける鉄道の一種として扱われていることである。このため、アジア太平洋博覧会が行われた福岡では、 路面電車の運転免許とバスを運転するための免許を両方とも保持する乗務員が運行を担当した。名古屋の名古屋街道 A イバス街道 A イバスシダミ線でも無機乗電車の運転免許を取得したバス乗務員が運行を担当している。専用六貫での最高速度は時速60キロメートルで、これも無機乗電車の放棄が由来である。1984年に バーミンガムで650メートルの区間にトラックライン65として導入されたのが始まりであるが、これは実験的な要素が強く2年ほどで廃止されている。その後バス事業の自由化に伴い1995年にイップソイッチ郊外にてスペローテ66として200メートルの区間に導入された。この区間は 一般道路では大きく迂回しなければならない区間をガイドウェイバスによって短絡することによって自家用車からバスへの転移を促したもので専用路区間にはスーパーマーケットと保健所が存在する同じ年にはリーズで幹線道路の一部を専用路に転用したガイドウェイバススーパーバスの運行が開始されたリーズの導入事例では片方向きのみの整備区間が多いことや バスレーンの整備も合わせて行われていることが特徴である。リーズではガイドウェイバスを将来の LRT 計画の補完として位置づけている。その後2001年にブラッドフォードでリーズと同様のガイドウェイバスクオリティバスが運行されているがこちらはバスを都市交通の主体と位置づけている。その後2003年にはロンドン郊外のクローリーで サセックスファストウェイとして2004年にはエディンバラでもファストリンクとして導入が行われた。これらイギリスのガイドウェイバスの特徴としてダブルデッカーの運行が行われている点が挙げられる。2005年時点では6カ所にガイドウェイバスの整備計画が存在する。このうちケンブリッジでは延長2 7 4トルで完成すれば世界最長のガイドウェイバスとなる。 道路上の磁気マーカーや白線を読み取って、車両を自動誘導するシステム。ありがとうございます。